皆さんこんばんは。今日も福音実践を始めていきたいと思います。最初に歌いたい曲は私たちのこの口はです。
寒い冬の中ハイパー目覚めるその日その時を戦いが知る沈黙ばやかけ歌に変えられ深い闇の中夜明け近づく過ぎ去った時が未来を開くその日その時を戦いが知る命の終わりは命の始め恐れば信仰に芝生かすに次に変えられる永遠の朝その日その時を戦いが知るその日その時を戦いが知るえ続けてはいつも歌っていますが教会福音賛美歌156番シャインジーザスシャイン輝け主の栄光を歌っていきたいと思います。愛の光輝き暗闇を照らし出す我主イエス世の光自由を与える力命の御言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み憐れみこの地を生かしたまえ愛の光輝き暗闇を照らし出す我が主イエス世の光自由を与えるしか命を言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み憐れみこの地を生かしたまえ輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえ溢れよ主の恵み憐れみこの地を生かしたまえ知らないままにただ
信じて旅に出かける。何もいらない、主がくださった、ただ一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。私はあなたを祝福すると、すべてがあなたから始まると。見えない足元を照らす光は、たった一つの約束だけ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな約束の地へ。時にはいくつきも歩き続け、時にはいく年も待ち続ける。空を見上げ、星を数えながら、変わらない確かな、変わらない確かな、変わらない確かな約束の地へ。クリスマスに近づいてきておりますので、クリスマスの歌を何曲か歌っていきたいと思いますが、最初にリラの歌で素晴らしいホーリーナイトを歌っていきたいと思います。夜空に輝く天の使いたちが、羊飼いたちに知らせた喜び、待ち望んでいた祈り続けてきた救い主が今日お生まれになった。羊飼いたちの喜びは歌と変わって、星空の下に響くよ素晴らしい褒美。小さな馬小屋、貝場桶の中で、静かに眠っている救い主イエス様。天の神様が愛する人送られた、羊飼いたちの喜びは歌と変わって、星空の下に響くよ素晴らしい
ありがとう神様、心からありがとう。私たちのためにイエス様をありがとう。私たちの喜びは歌と変わって、星空の下に響くよ。素晴らしい褒美だ。ララ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 ラ、クリスマスの歌はですね、メロディーが素敵な歌がたくさんあるんですけれども、これも私の大好きな歌の一つですが、教会福音賛美歌の75番ですね、75番、静かに眠れるベツレヘムよ。静かに眠れるベツレヘムよ。見上げれば空に静けき星、闇に輝く永恐れは望みに今宵変わる。見つかり見守る安けき良い主イエスはマリアの胸に入れる。赤月の星つけ知らせよ。雨には見栄え散って今と、雨なるに恵み良きたまもの。人の心に届けられる。罪の帳に覆われても、求める心に主は来られる。いつか色を告げる良き訪れ、聖なる主イエスよ期待いたまえ。心を合わせ祈り望む、共に住みたまえ今るえよ。はい、この福音喫茶の
5分前にリクエストがありました。おっと、急遽この歌を入れましたけれども、その日全世界がという歌を歌っていきたいと思います。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌に聞かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日全世界が主の御霊高く掲げる。叫んで踊りやすい、ハレルヤ、栄光とはいあれ。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌聞かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日全世界が主の皆高く掲げる。叫べ踊りすぎ、ハレルヤ、栄光とはいあれ。全能なる主イエスに、勝利者なる子羊に、栄光とはいあれ。その日全世界が主の皆叫んで踊りすぎ、ハレルヤ、栄光とはいあれ。その日過ぎた町が、その日過ぎた町が、主の皆高く掲げる。叫んで踊りすぎ、ハレルヤ、栄光とはいあれ。栄光とはいあれ。栄光とはいあれ。聖書をお持ちでしょうか。短くお祈りをして、ゴスペルと言われている聖書の素晴らしいメッセージに耳を傾けていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、12月に入りました。今日も最高気温が10度ぐらいだったでしょうか。最低気温は0度に近づいております。
朝も寒い、そして昼間も寒い日が続いております。それでも太陽が出ますと少し暖かい日が備えられております。続けて神様、私たちの心と体を守ってください。私たちの愛する家族や職場の方や地域の方々、神様、特に新型コロナウイルス感染症が流行ったりしております。どうぞ神様、守ってくださいますようにお願いいたします。共に喜びのクリスマス、また喜びの年末年始を迎えていくことができますように、すべての必要を祈る前からしておられる主が豊かに祈りに応えてくださいますようにお願いいたします。また私を呼べとおっしゃる主に、苦しい時にこそ叫び求め、祈り求めることができますように導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日はですね、旧約聖書創世記19章に入ります。創世記19章1節から29節を読みます。そしてジャーニーオブビリーバー、信仰者の旅、11回目になりますが、祈りに応えられる神様。前回ですね、アブラハムさんが全神経を収集させて本当に真剣に神様の前に取りなしの祈りをした、真剣に祈ったその祈りに神様がどう応えてくださったのか、その場面を見ていきたいと思っております。まず木の部分は1節から6節です。読みいたします。その2人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った。ご主人方、どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかしロトがしきりに勧めたので、彼らは彼のところに立ち寄り、家の中に入った。ロトは種なしパンを焼き、彼らのためにご馳走を作った。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちに、その町の男たち、ソドムの男たちが若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところへ出て行き、自分の背後の戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない娘が二人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれどもあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った。引っ込んでよ。そして言った。こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体に激しく迫り、戸を破ろうと近づいた。するとあの人たちが手を伸ばしてロトを自分たちのいる家の中に引き入れて戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者から大きい者まで目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけようとする力もないた。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを遣わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちは、私には
それは悪い冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この停止のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたのご好意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃げなさい、逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツワルと呼ばれた。太陽が地の上に昇り、ロトはツワルに着いた。その時主は硫黄の火を、硫黄と火を天から主のもとからソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と低地全体とその町々の全住民とその地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見るとなんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。神が低地の町々を滅ぼした時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼした時、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。ジャーニーオブビリーバー、信仰者の旅、11回目、祈りに応えられる神様。まず昨日分ですが、アブラハムが真剣に全神経を集中して祈った、その粘り強い祈りの後、その次の場面です。神様から使わされた天使たち、御使いたち、その二人の御使いは夕方にソドムという町に着きました。ソドムにロトというアブラハムの甥が住んでいたわけです。ロトはソドムの門のところに座っていたとあります。すっかりソドムの住民になっていたようです。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎えます。ロトは顔を地につけて不死を拝んだとあります。最大の敬意を払って礼拝をするような形で御使いたちを迎えていきます。そして言うのです。ご主人方、どうかこのしもべの家に立ち寄ってください。足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。もう暗いですから。すると彼らは言うのです。いや、私たちは広場に、この町の広場に泊まろう。しかしロトがしきりに勧めたので、その二人の御使いたちはロトのところに入って、家の中に入って一緒にもてなしを受けることになりました。ロトは自分で種なしパンを焼き、ご馳走を作ります。そして食事をもてなします。休みを取る前に
床につかないうちにその町の男たちがぞろぞろと押しかけてきます。まるであの鬼滅の刃の鬼のような人たちがぞろぞろと押しかけてくるのです。とっても怖い人たちです。まるでゾンビのような人たちかもしれませんし、鬼のような恐ろしさを持った人たちです。ソドムの男たちが若い者から年寄りまでぞろ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 とその家を取り囲んだんです。本当に怖かったと思います。すべての人が町の隅々からやってきたと書かれています。なんというおぞましい町でしょうか。そしてロドに向かってこう叫ぶのです。非常に恐ろしいことを要求してきます。今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。聖書で知りたいというのは性的な関係を持つという意味です。男の人が男の人と性的な関係を持ちたいというのです。そのような形でそのソドムの町の人たちは、男性たちが若い者から年配までやってきたんですけども、ぞろぞろと御使いたちを連れ出せと、私たちは彼らと性的な関係を持ちたいのだと言い寄ったのであります。家が囲まれてそんな言葉がかけられたんです。ロトは戸口にいる彼らのところに出て行き、自分の背後の扉を閉めます。そして自分が扉の外に出てこういうふうに必死でお願いしていくのです。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない娘が2人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。これもとんでもないことですけども、自分の娘たち、まだ男性を知らない性的な関係を持ったことがない娘たちを連れ出してきて、好きなようにしなさいというのです。その町がどれほど性的な乱れに乱れていた町かお分かりになるでしょうか。ロトも普通の人の感覚を失っています。娘たちを平気でその男たちに差し出そうとするのです。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、まだ男の知らない娘を好きなようにしてくださいけれども、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから、旅人なんですから、客人なんですから。しかし彼らは言うことを聞きません。引っ込んでろ。そして言うのです。こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前を愛すれもひどい目に遭わせてやろう。ボコボコに殴られたり蹴られたりしてリンチにひどい目に遭わされていく。タバコの火を押し付けられるかもしれません。殴る蹴るの暴行を受けていきます。それは目に見えていた状態です。ただでは済まない状況であります。チェーンを持っている人もいたでしょう。木刀やバットを持っていた人もいたかもしれません。彼らはロトの体に激しく迫り、扉を破ろうと近づいてきます。するとあの人たちが、御使いたちが中から手を伸ばしてロトを自分たちのいる家の中に引き入れて、扉をバタンと閉めます。そして家の戸口にいた者たちは、小さいものから大きいものまで目つぶしを食らったので戸口を見つけられなかった。探しても探しても見つからないので疲れ果てた、萎えた。その見つかりたちはロトに言います。家の中で、他に誰かこの身内の者がいますか。あなたの婿さんやあなたの息子さん娘さん、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを遣わされたのです。そんなことが語られていきました。起承転結10の部分14節からのところですが、主の憐れみの姿を見ていくことができます。そしてここにアブラハムさんが真剣に祈ったその祈りの答えがこういう形で答えられていったということが記されています。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げます。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかしお婿さんたちは、その娘さんの旦那さんたちは、悪い冗談のように、嘘だろ、ふざけるな、そんなことあるわけないよ、この町が滅ぼされるだって、主って誰なんだよ、ふざけるなとか言ってですね、悪い冗談のように聞く耳を持ちませんでした。逃げることはしませんでした。夜が明ける頃になりました。一晩経ったわけです。御使いたちはロトをせき立てて、そして言うのです。さあ立って、あな
なたの奥さんとここにいる2人のあなたの娘を連れて逃げなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために一緒に滅ぼし尽くされてしまいますよ。でもそれでもロトはためらっていたんです。どうしようかな、行くべきか行かないべきか迷っていました。優柔不断、すぐ決断できない、判断が決断が遅い、そういう人であります。ためらっていたんです。どうしたらいいんだろう、どうしようどうしようどうしよう、時間ばかりが過ぎていきます。するとその人たち、ミスカイたちはロトの手と彼の奥さんの手を、そして二人の娘さんの手を掴んで引っ張り出すんです。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼とロトとロトの奥さんと二人の娘さんたちを連れ出して、無理やり手を引っ張って、手を掴んで連れ出して町の外に連れていて一息つかせたというのです。彼らを外に連れ出したとき、その人一人が、見つかりの一人が言います。命がけで逃げなさい、あの山まで後ろを振り返るずに山に逃げなさい、そうでないと滅ぼされますよ。ところがロトは彼らに言います。どうかしよう、そんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたのご好意を受けました。あなたは私に大きな恵みを施してくださって、命を生かしてくださいました。しかしもう私は疲れてるんです。山にまで逃げる力が、体力がありません。おそらく災いが追いついてきて、私は逃げることができずに死んでしまうでしょう。ご覧ください。あそこの町は小さいのです。逃れるのに近いです。どうかあそこに逃げることが許されますよ。あの小さな町に逃げますから、あの町は滅ぼさないでください、よろしくお願いしますとお願いをしていったわけです。なんと優しい天の御使いでしょうか、天使たちでしょうか。その人は彼に言います、ロトに言います。よろしい、わかりました、私はこのことでもあなたの願いを、リクエストを受け付けます。その通りにしましょう。あなたの言う通りに、あなたが逃れようとする小さな町を滅ぼさないから、急いであの町に行って逃れてください。あなたがそこに着くまでは私は何もできないから。そこまでのことを御使いたちは約束して、ロトとその家族を逃がしてくださいます。待ってくれる、避難するのを待ってくれる津波のようなものです。本当に憐れみ深い神様とその御使いの姿があります。それゆえその町の名はツワルと呼ばれます。しばらくの時間、その町に逃れていくまでに時間がかかりました。やがて太陽が地の上に昇りました。ロトはツワルに着きました。無事にロトはツワルに逃れることができました。その時、主なる神様は、アブラハムの神様は、硫黄と火を天から、主のもとから、ソドムとゴモラの上に降らせたというのです。まるで火山が噴火したように、そして溶岩や火山岩が、マグマが上から落ちてきて、そしてその町全体が一瞬にして焼き尽くされたというのです。こうして主はこれらの町々、ソドムとゴモラの町々と定市全体と、その町々の全住民、すべての住んでいる人たちと、その地の植物を全部滅ぼされたとあります。かつて富士山も爆発したことがあります。噴火したことがあります。浅間山やいろんな山が噴火いたします。その時に本当にですね、あっという間にたくさんの人たちがその溶岩の中に焼けついて、焼け死んでいった、そんな姿がここに記されております。そのようにしてソドムとゴモラという罪深い人たちが住んでいた町々は、そこに住んでいた人たちは、植物や生き物も含めて全部滅ぼされてしまったというのです。ロトの家族はどうなったんでしょうか。ロトの奥さんは残念ながら助かりませんでした。ロトの後ろにいた彼の妻は、逃げている途中で後ろ振り返っちゃいけないと言われたんですけど、後ろ振り返って見ちゃったんですね。振り返ったので潮の柱になってしまったとなります。結局助かったのはロトと二人の娘さんたちだけです。他の人はみんな死んでしまいました。次の朝になりました。翌朝早く、アブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に立ちました。一生懸命一生懸命全勢力を尽くして祈った
粘り強く祈ったあの場所に戻ってきました。彼アブラハムはソドモとゴモラの方を見たんです。そうしますと何ということでしょうか。まるでかまどの煙のようにソドモとゴモラの地方からその地から煙がもくもくと立ち上っていました。神様が定地の町々を滅ぼされたのです。でも神様はアブラハムの祈りを覚えておられたのです。それでロトが住んでいた町々を滅ぼしたとき、神様はロトをその滅びの中から逃れるようにされたというのです。聖書の神様は慈しみ深い方です。お優しい方です。愛であられます。そして憐れみ深い、その恵みは常しえまでと言われます。しかし神様はそんなに簡単に切れる方ではありません。そんなに簡単に堪忍袋の尾を切らしてすぐに怒りの中で滅ぼすなんていうことをなさる方ではありません。しかし忍耐に忍耐を重ね、ずっと悔い改めのチャンスを与え続けておられて、そして最後に最後にどう考えてもこれ以上待っても彼らは悔い改める余地がないというふうに判断なさった時には、神様は容赦なく裁きをなさる方であります。本当に助からないんです。滅ぼされます。神が定地の町々を滅ぼした時、神はアブラハムを覚えておられた。それでもアブラハムが祈った祈りは無駄になりませんでした。最後の最後でアブラハムは祈りましたよね。もしかそのソドムとゴモラの町に10人の正しい人がいるかもしれません。神様、あなたはその町全体を10人の正しい人も一緒に滅ぼしてしまわれるんですか。そしたら神様は滅ぼす前そこに10人の正しい人がいればとおっしゃったんです。でも結果的に滅ぼされたということは何を意味していますか。その町には10人も正しい人がいなかったんです。いや、聖書を見ると全ての人は罪人であると書かれています。全ての人はどんぐりの背比べで同じような悪さをしているんです。教会に来ていないときに、人に見られていないというときにどんな悪さをしているのか神様は全部ご存知です。とんでもない形で人を人とも思わず、上から目線で人を殴る蹴るの暴行をしたり、平気で悪口を言ったり、そして平気で傷つけて、そしてその命を奪っていくようなことを平気でしていく。快楽の奴隷となって欲望に身を委ねて泥の中に転がり落ちていくようなことをしてしまう。神様はそんなソドムとゴモラの町を滅ぼされました。しかしアブラハムが祈ったその取りなしの祈りに応えて、祈りに応えられました。その町のすべての人を滅ぼすのではなく、ロトとその二人の娘はそこから逃れるようにされたのでありました。今日の結論です。アブラハムの神様はどういう方ですか。祈りに応えてくださる方です。祈りに耳を傾けてくださり、そして祈りは無駄にならない。祈りは独り言になりません。ちゃんと神様は聞いてくださっています。小さな弱い私たちの自分勝手な苦しい時の神頼みかもしれません。それでもそんな私たちが真剣に泣き叫んで祈るならば、その祈りに神様は応えてくださいます。そして祈りは決して無駄になりません。御心にかなった形で祈りは応えられます。願った通りに叶えられるとは限りません。でも神様は確かに最善をなさる方です。ロトを滅びから救ってくださった。ロトの娘たち、二人の娘たちも一緒に助かることができた。そんな結末を聖書は語っています。今年新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっております。そういう中で、世界的にこの鬼滅の刃というですね、映画が、あるいはアニメが、あるいは漫画が爆発的に売れております。1000万人以上の日本人が見たということですから、すごいことですね。1億2000万しかいない日本の中で1000万人以上の人が見たということですから、相当な、
デコレーション、ぜひですね、今日ですね、コミックの最終巻が出されましてですね、出版されまして電子書籍も配信がされましたので、私最後の最後まで見たんですけども、まあでもですね、もちろんいろんなことが賛否両論がありますが、別に押し付ける気持ちはありませんが、でも冷酷無残な鬼のような、そういう鬼と言われるようなですね、そういう生き物はこの世に今いないかもしれませんけれども、しかし冷酷な無慈悲な鬼のような冷たい形で人を人とも思わない、そういう人間は、鬼のような人間はたくさんこの世にいるんじゃないかなと思います。人間を人間として見ずに、人間を奴隷として売り買いするような、商品として売り買いするような人たち、また人を平気で騙してさまざまな形でその人の大切なものを奪い取っていくような人たち、そして自分のことは棚に上げて人を批判すること、文句言うことしかできない人たち、そういう人たちがどんどん増えているかもしれません。そして神様がご覧になるときに、正しい人はほとんどいないかもしれません。しかしこの時代であっても、神様はわずかな正しい人を起こして選んで、そしてこの時代の多くの人たちを、その命を救うために活躍をさせようとしておられるように思います。それはまさに教会の働きではないかなと思ったわけなんですけども、アブラハムの神様は祈りに応えてくださり、ロトとその家族、滅びから救われた、祈りは決して無駄にならない、そのことを覚えて、私たちも真剣に大切な人のために祈っていけたらと思っております。最後に、すべての良きものでという歌を歌っていきたいと思います。まず神様がすべての良きものを惜しみなく与えてくださった、愛する一人息子でさえも、一人子でさえも惜しみなく与えてくださった、もう一番良いものを惜しみなく与えてくださった、そういう神様なので、私たちもすべての良きものを神様にお捧げしたいという気持ちになるという歌です。イエスを愛せよ、心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスを崇めよ、心尽くして、彼は救いの宝いとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。
杉戸キリスト教会のホームページぜひチェックしてみてください。ラブ杉戸ラジオも教会のホームページでも紹介しております。ぜひ、お聞きになってみてください。ポッドキャストが、利用できる方は登録してください。ここに来られていない方のためにいつも地図をご紹介しております。一番近い駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーライン日光線と伊勢崎線に分かれる駅です。東口から出て古利根川を渡りますと杉戸町に入ります。駅自体は宮代町という隣町です。迷わなければ10分ぐらいで歩いても来れます。杉戸高校 JA 町の役場がある通りになっております。旧日光街道です。すぐ近くにバイパスではない4号線も走っております。霞とかベルクスもあります。ぜひ遊びに来てください。日曜日は朝10時半からと、夜8時から、2回ほど礼拝をしています。マスクをして暖かい服装でお伝えください。3密を避けるために寒い中でも換気をしながら礼拝をしております。クリスマス礼拝、クリスマスイブ礼拝もしたいので、かなり換気をしてですね、寒い中でもちろん暖房をつけておりますがかなり開けておりますので暖かい服装で着込んでから来ていただけたらと思っております。マスク忘れた方は受付のところにもマスクを置いてありますのでご利用くださいということですね。はい、教会は月曜日祝日以外はいつも朝8時半ぐらいから9時ぐらいまで開けております。近くを通りがかった方はご利用くださいと思います。以上で福音喫茶終わっていきたいと思いますが、週末から新しい週にかけて皆様の上にあなたの上に神様の守りと導きと祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。今日も見てくださり聞いてくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。God bless you.